京浜急行電鉄のデト11.12、軽電車は1988年7月に登場した資材運搬用の事業用電動無害化車。デト30系の置き換え用として1000系の廃車発生部品を活用し新造された。自動ブレーキ装備車を全廃し、ブレーキ性能を統一して ATS を改良するために導入された。デト11.12の2両が在籍し、 新町建築に所属する。統計式の登場により、電動貨車のデト30系2両とと70系1両が廃車された。限り留置を引き下げたため、軌道加速度は線型より低い時速 2.7kmS となっている。重量物運搬のため行復式台枠を採用。全面飛貫通往立馬3枚窓構成の運転台、6人分の座席、窓2枚。 手動式ドア1枚を持つ、有害室が、デト11系の裏側より、デト12系の品川よりに設けられた。有害室のドア、窓サッシなどは1000系の廃車発生品である。有害室は黄色に塗装され、倉下に赤い帯が巻かれる。有害室のない部分は荷台とされ、側面に背の低いアオリドを設けた。アオリドと台枠は灰色に塗装されている。 有害室の荷台側つま面には荷台に出るための扉、投降機が設けられた。最大積載量18.0トン、または11.0立方メートル。デト11に電動発電機、空気圧縮機などの補給類と、列車無線アンテナを、デト12にパンタグラフ、主制御器を搭載する。1988年廃車のデハ1 9 5 1 0 9 6 の廃車発生品が活用されているが、主制御機主電動機は予備部品を活用し、1964年から1968年に製造された車両と同じものとされている。月曜日と木曜日の週に2回、神奈川新町金沢文庫京急栗浜間の資材運搬列車として運行される。境地直派制御に改造後の姿小金町駅に行って2010年9月に、 かけて、京急ファインテック、栗浜事業所において、以下の改造が行われ、9月28日に、試運転が行われた。ありがとうございます。